Sanmaku Kamioka. Today we give a performance, a trio of piano and Iwe first oboe. Please enjoy the all classic jazz piano trio performance. 本日はここ神岡サンマル店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。毎週金曜日はジャズナイト、そして今週はまさかのクリスマス。日曜日も土曜日も月曜日まで東寮でお届けします。あ、カルテットもあったりするかな。ではまずは、まあ、このシーズンで言ったらクリスマスソングがあったりするので、ウィンターワンダーランドお届けします。Thank you.
お付き合いありがとうございました。お届けしたナンバーの方はウィンターワンダーランドをお届けしました。さてさて、私実は20年ほどニューヨークで滞在してまして、ニューヨークブルーノート、ブレッジバンガード、カーテンクラブ、さまざまなホテルで演奏している内容をここでお届けしてますので、ぜひぜひ本場ニューヨークのジャズを楽しんでください。ライブチャージは取らないんですよ。いい感じですね。じゃあ次はサンタクロスカミングタウン。 OK。サンタクロスカミングタウンをお届けしました。この曲やってると、さっきの曲とこの曲やってると、今のシーズンだとホームアローン2が流れてるのかな。あれトランプホテルの話なんですよね。トランプ元大統領がトランプホテルの支配人なので、オーナーなのであれ出てるんですが、私あの映画にピアノ師として出演してるんですが顔は映ってません。あとはこのシーズンだと天心ラブソング1-2ですね。アクト1、アクト2も、アクト1、アクト2は全部ピアノは僕が演奏してます。ゴーストなので名前出ませんが、まあね、自慢話して、自慢話ばっかりして時間潰してるようじゃ怒られちゃいますよね。失礼いたしました。何やるんだったっけ、最初って。もう、じゃあ私が在籍してたバンドの Artwork and Jazz Messengers から Money。Thank you.
アートブレーキ&ジャズメッセンジャーズからモーニーをお届けしました。ここの番組に在籍したのがベニー・ゴールソンで、私がニューヨークで一緒にやってたアートテナサックスのメンバーがベニー・ゴールソンと言っても多分わからないと思うんですけども、トム・ハンクスが出たターミナルという映画がありまして、一番最後のシーンでトム・ハンクスが空港を抜け出して、あ、見た方はわかると思うんですけど、見なかった方はごめんなさい、最後空港をやっと出れて、一番最後にトム・ハンクスはお父さんがジャズが大好きで、歴代 の, 歴あの50人の社員をもらうということで、一番最後に村に行ったのがニューヨークブルーノートで演奏しているベニー・ゴールソンだったんですけど、あの時僕もちょっと参加してたんですよねやってくれって言われて、まさかトム・ハンクスが来ると思ってなかったんですけど、そこに出てたのがベニー・ゴールソンで、死んでないのに出てよかったねって言ったら当たり前だと怒られた思い出があるナンバーでございました。ああそうだ、次はブラック・オルフェをお届けします。ありがとうございます。お届けしたナンバーの方はブラックオルフェをお届けしました。ジャズのスタンダードと言われているナンバーはほとんどがアメリカの映画もしくはミュージカルのナンバーと言われております。1930年から1940年代に起こったムーブメントの映画もしくはミュージカルなどで使われた劇中歌がスタンダードジャズナンバーと変わっています。今から紹介するナンバーはブロードウェイの Something About Shot からの注入歌 You'll be so nice to come home to you。
ありがとうございます。お届けしたナンバーの方は You be so nice to come home to お届けしました。続いてのナンバーの方も実はミュージカルナンバーなんですけれども、1930年に作曲されてあまりにも曲が革命的すぎて売れなかったからありがとうございます。干されたといういわくつきのあるナンバーなんですが、ジャズのスタンダードとして復帰してアメリカではジャズのスタンダードとしてミュージカルナンバーとしては認められてないんですね。 All the thing you are をお届けします。ありがとうございます。さてここで1曲
ありがとうございます。バラードを一つお届けしましょう。 My One and Only Love。Okay、 ありがとうございます。お届けしたナンバーの方は My One and Only Love、 とりあえずこのセットの最後の曲は My Favorite Things をお届けしましょう。これあれですよね、ミュージカルの Sound of Music ですね、その中からの一曲ですが、まあ、1966年代にコルトレーンが
まさかの、あの4分の3を8分の、まあいいや、そんなことはね、コルトレーンでバージョンでお届けしましょう。My favorite things。ありがとうございます。少し休憩をいただきます。オーダーお願いします。